今回はそれはそうなんですがって感じのシーンを挙げてくみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。言っていることはわかるしその通りなんだけどできたら苦労はしないみたいなシーンって良いよね。理屈の上ではそうだし常人ぶるために難しい知識もとっさの起点も必要ないけど自分という存在は人類の中の異端であるということを真正面から見つめて受け入れることができるかっていうのが難しい。それを受け入れられずに症状が悪化することもあるのに。無茶を言いなさる。川上実る分厚いライトノベルの人もそう言ってたな。なんでリアルの人間は参戦してくれるんですかね。子供と漫画両立させてた人が言うとすげえ説得力できるかは別としてな。戦力としては確かにそれくらい欲しいが。すごい決め顔でナムチャなってこと言っちゃうマルスさん。原作考えると不自然ではないよね。まあついてるから言った本人も無茶だとは認識してそう。セフィロス大元を一方的に切り捨てればいいのでは。みんな言ってた。なった後で言うな。似た者同士。この業界のレジェンド。その通りだがそれができたら苦労しないであると同時に単にそいつが特別なだけでもあるってことを分かってないクソメガネ人を。お前が特別なだけと周りからずっと思われてきて虚無ってたマジで特別なやつ家柄才能タエス SS が気合と根性だけの盆栽オブ盆栽にぶちのめされちゃったからな。それはそうなんだが話が終わってしまう。本当にそれはそうなんですかとなるやつだ。カテゴリーその他ジャンル二次元以外の大半がこれで終わってしまう。画像の作品名と前後がめっちゃ気になる。そばもん基本的に全国各地のそばを巡るグルメ漫画だけどこれは東日本大震災の直後の話で福島さんの食べ物を食うのか食わないのかって話同じ小学館の美味しんぼと比較されてまあまあ話題になった。過去を変えてはいけない。お前が言うな。将来的に世話しが生まれることは変わらないしドラえもんが過去に来たことで地球崩壊クラスの地雷がいくつも解決されてるからセーフ。そもそもその理論だとドラえもん送り込んだ世話しをまずは締め上げろよにしかならないからな。過去を勝手に変えてはいけないだから何かしらの申請を通している説。そうかなそうかも。やり方と程度ってもんがあるだろがよ。研究を進めていなかったらオメガの星の滅亡を回避できなかったから研究を進めることに意義はあった。日の丸相撲は大好きだけれども何度読んでもあの体格の潮日の丸が高校相撲編を横綱相撲で走り切った過程を見るとそれはそうなんですがになる。それはそうなんですか。うんまあ菱沼さんのお父さん動物のお医者さん理屈はわかるけどでもこのセリフ好きなんだよね。人に劣った程度で落ち込む必要はないって励みと思って心に刻んでいる。それはそれとして、これを言われた菱沼さんはワンチャンそのくらい生きられそうな気がするのも笑いどころだと思う。人の2倍大学、獣医学部、に子供を通わせられる親の発言。確かにそうなんだけどさ。言ってることは正しいのかもしれないけど。この場合迷ってた方が生き残れたんだよな。そもそもへ理屈で金渡さなかったりするし工業を成功させるための機弁でしかないもの。千万円財かに大金かとこの場で命がけのギャンブルをすべきかは全く別の問題のはずなのにいつの間にか一緒くたにして同一問題にしてしまってると根川の機弁能力がすごい。これはちょっと違うか。前の駒を含めたらわからんでもない。投資で億単位で儲けてるならもっといいもの食べないんですか?に対する答えがこれだから。まあそうなんだけどさ。タイマンより集団戦の方が勝敗傾ける要素多くて組み立てやすいです。ほおずきの冷徹。確かに地獄なんだけどさ。残り3分で50点さ。大丈夫?健康診断に引っかかるやつが、これで生きていけるわけないんだよな。斉藤さんのごもっともだけど容赦がなさすぎの下いけり発言。発言者の所要こそが大勢の人が死ぬ元凶であることと言われた相手が発言者やその身内に大切な人を殺されてることを除けばまあ間違ってはいない。やらかしたことの是非とか本人の性格の悪さとかは置いといて
この思想自体は割と、なるほどそうきたか、ってなる。早々のフリーレンのザイン。気持ちはよくわかるが、そんな簡単に進展するなら苦労はしない。今はもう泣き作品であるが、主人公サイドの演出家が本番に主人公を覚醒させる演出をしてからのこれ。土星論ぶつけてきやがる。やっぱもしもボックスこそ正義よ。史上最強の弟子剣一略鬼師匠の負傷時の対策マニュアル。その1、大前提として負傷していることを相手に悟られてはいけません。わざわざ怪我してる箇所を大声で指差しながら。その2、体力温存のために激しい動きは極力避けましょう。分身でもしてんのかという超絶スピードしながら。その3、たとえ何があろうとも冷静沈着を心がけましょう。どう見てもキレ散らかしてる。スレイチが言うのと少し違うかもだけど、これがこの作品であることのぞけば毒親と見せかけて、それはまあ、そう、なやつ。そういう話で主人公は全力で全員を愛しているけど、母娘とか祖母孫娘とか手当てたり次第だからな、部外者から見たらクソ野郎にしか見えないと言われたらそれはそう。もう少しこう何というか、手心というか。なんで聞くせ編集がまだ出てないんですかね。それはむしろ聞くせじゃなくて主人公の主張の方がスレタイに沿ってるんだ。自分はとにかく読者全員を楽しませる漫画が描きたいとか言って何度も同じもの持ってくるけど、それができるなら一番だろうね。でもそれが無理だからジャンルを絞るし、やりたいことがあるのならそれに合った発表する場所を考えてやったら、という至極真っ当な返しが編集の言ってることだから。上と同じく動物のお医者さんより、大型動物見るのも小動物見るのも医者である以上は責任あるしね。それはそれとして怪獣のお医者さんって。初見の時はハムテルたち面白いことを言ってるなと思ったけど、ヒグマの恐怖を知った今では、北海道在住のハムテルたちの大きな恐怖の対象であるヒグマの治療も漆原教授ならできるだろうという、スケールと信頼の大きさを感じられる。そういえば、ガメラに、レギオン襲来、で、怪獣、軍隊レギオン、を解剖する北海道大学獣医学部教授を演じた養老孟司氏は、漆原教授を念頭に演技したらしい。割と共感する言葉だけど、そう簡単にはいかないし、源氏自身も物事を深く考えなかったせいで悲劇に見舞われた。